ジャンカルロ・デ・カルロジャンカルロ・デ・カルロは、イタリアの都市計画家、建築家、都市研究者、チャンのメンバー時代、チーム中を設立する。1976年に建築都市ワークショップ、イロードを設立、各地で建築設計と都市計画の指導を行った。アメリカのエール大学、マサチューセッツ工科大学、ハーバード大学で客員教授。雑誌。 スパクオシサイアタ編集長も務めた人物。1919年、ジェノバ生まれ。元は、ミラノ工科大学で、工学技術を学んでいたが、同大学では反ファシズムの環境下に身を置き、同大学を卒業後は、ローマの大学で建築学科に進学しているが、兵役に取られ出兵し、帰国後は、プロレタリア統一運動に参加していく。 1946年からは無政府主義運動に参加するなど社会組織への関心を有していた。1946年から2年間は雑誌ドムズの編集に関わる一方で建築設計事務所を開設する。その後はベネツィア建築大学に再入学し、同大学を1949年に卒業後、1951年から再び事務所を主催。 この時期は公共住宅などの設計などに従事している。1952年からチャンのイタリアグループに参加するとともに雑誌カサベラ・コンティヌイタの編集委員を務めている。1955年チャン準備会議に集まった若手たちを集めてチーム獣を結成。以降はウルビーノやベネチアを拠点に独特な啓蒙教育活動を継続。 60年代は特にウルビーノ市の都市計画、都市開発の多くを担い、近代的な建築技術を用いながらも、歴史的な都市の中で、いかに新旧市街が調和した空間を構築できるかという探求を模索する。70年代からは、雑誌、空間と社会の観光と編集のほか、建築都市計画国際研究所を設立し、イタリア国内外の啓蒙教育活動を展開した。 1956年から1982年まで建築の要素と記念碑の実測調査、地域武士計画学をベネツィア建築大学で教える。1983年からジェノバ大学に移籍し1989年まで建築構成学を教える傍らで数々の都市計画プロジェクトを行った。区詳細計画を通じて、 イタリアの都市空間に見られる地と図の関係を建物と街路や広場といった公共空間療法に着目し地区の施設の連続性と生活の展開の仕方を分析する手法を通して改造事業の最も大きな枠組み取られ形態学的な保存を実践した。1964年にウルビーノの都市計画を実践し、1985年のガラッソ法に基づく。 風景計画に対応する、要1994年には、パオロスパーダと共同し、新しいウルビーノの都市計画を発表。1988年、ウルフ賞芸術部門建築分野を、牧文彦と受賞。1993年に、RIBA ゴールドメダル受賞。著書に、レカービジーア,アントロハーデ・グリスクレッティ1945などがある。ありがとうございます。